こんにちは、ライムです。ということで今回は第32回武勇祭 Z ボスバトルにターンリミット攻略解説。はいなんか一瞬ね謎の間がありましたけど、ちょっと疲れたね。今日はいろいろまあやってたんですけど意外と時間かかってしまった。はい。で今現状ですと上位 0.1% 9位というところになっておりますが、まあまだ立ち回り定まってないんだけど、まあ大まかな雰囲気をまあこんな感じだよっていうふんわりしたものはね見えた感じがするんですけど、まあまだ期間が1週間くらいありますので、まあぜひねこの期間中皆さん頑張りましょう。ということで、早速ですが、立ち回り等を紹介したいなと思います。まずその前に敵の注意点だね。今あれだ、それボスバトルに2位ですね。2位になってる、珍しい。違う、ここじゃねえ、これです。はい、今日ねマジです、連日の飲み会続きで全然寝れてなくてですね、変なこと言うことかもしれない、もう言ってんな変なこと、だいぶ変なこと言うかもしれませんので、間違ってたらなんか変なこと言ったらマジでごめんねって言っておきます。で今回勇気が攻撃耐性が魔法弱点マイナス 50% になっております。であと、加護の魔装痕ゲージ増加量、それからダメージ力にマイナス 80% のデバフがかかっています。そしてこちら自身の奥義ゲージ 100% アップと自身の会心耐性4ターン 100%、 さらに貫通耐性4ターン 50% という、バフがかかりますので、まあ、今回に関しては会心と貫通耐性はやめましょう、まあ、後半からなんだけどね。前半使う分には問題ないんですけど、前半使うってこともあんまないと思うけどね。いずれにしても会心とか貫通は、まあ、あえて持っていくようなものでもないので、それ以外のバフを使って立ち回りましょう。いろいろバフあるよね。奥義バフ、攻撃バフ、強心率アップ、その他、まあ奥義耐性ダウンとかでもいいし、はい。まあそういった、属性バフとかでも OK だね。そういったバフ、デバフを駆使して、戦っていくと火力が伸ばしやすいです。はい。で、あと、過去のマソコンデバフ食らうので、技能か奥義のマソコン、メインの、過去キャラを使っていくと立ち回りやすい。もちろん、加護が絶対ダメってわけでもないので、まあ、手持ちによっては、その2周年のね、パーティー、コリウスの夢勢力のパーティー使うよって人も全然いると思うんだけど、まあ、それはね、最初の方、ちょっと加護ゲージが溜まりにくかったりとかね、SP がちょっとカツカツになったりとか、そういったこともあったりするので、まあ、上手に加護で行きたい人はね、立ち回りましょう。まあ、まあ今回はもちろん今回のねこのアイドル可憐なる輝き勢力が最適になるよう作られているような、武勇祭になっているので、当然ながらアイドルパーティー持ってる方はそっちを使った方がいいですよということです。はい。であと今回やっぱりちょっといつもよりも火ダメスコアの減点が大きいように感じますので、なるべくですね、まあ、防御力とかもしっかり、高くして、なおかつアイドルパーティーで挑む際にはですね、敵の奥義のターンは、無敵でゼロにしたい、なるべく。結構、まあ、後半になってくると物理攻撃力5ターン 50% アップ、3ターン目かな、でやってくるので、そこからの奥義のダメージ かなり痛いのでね、そういった無敵状態で防ぐなり、まあ勇気がね風属性なんで地属性のキャラ入れて耐えるとか、そういったことも大事かなと思います。であとターゲットはねランダムなので運ゲーです。たまたまそのターンで無敵状態にならないね、華麗なる輝きじゃないキャラが受けてしまう、まあ、この動画でもね、まあ、受けたりしたかな。であとあれだ、ごめん、このちょっとね話の流れで言うと、今回失敗してるっていうか、ほんとね、まあ運悪くですけど、最後の最後で貫通が発動しちゃってダメージ下がってるっていうね、スコアが貫通で多分限定されてるっていうね、ちょっと残念な
感じなんですけど、貫通とかね、回収も本当もともと回収率アップとかしなくてもあるんだよね、基礎確率っていうものがね。だから自力でそれを引いてしまうと減点になってしまうので、なかなか厳しい世の中ですよ、武勇祭というのは。ガチ勢はそこまでがっつりやってまあやってるんでしょうけど、大変なゲームだ。はい、まあそれはいい。で、あと今回アイドル編成の立ち回りについてなんですけど、アイドル編成はね、まあパーティー編成見ながら話した方が分かりやすいのかな。はい、ちょっとパーティー編成見ながら話すね。今回これで挑んだんですけど、アイドル編成はこのカゴリムルを筆頭に、これ、スキルを使えば使うほど味方全体の魔法攻撃力バトル終了まで 12% アップで、ま、もちろんね、使えるだけ使った方がいいし、であとその他のですね、静香さんの、スキルについても、これ奥義耐性ダウンの無限加算であったり、あと弱点特攻も無限加算であったり、あと、まあ、静香さんもそうですけど、この未来さんね、春日未来さんもライブモードで魔装甲の消費数に応じて味方全体の攻撃力アップとかね、こういったものがあるので、基本的には後半になればなるほど味方全体の火力が上がっていくので、そう、つまり上がっていくってことは、終盤に火力を集中させた方が前半全く同じことをやるよりもダメージが高くなる、つまりスコアも高くなるっていうことなんだよね。なのでその辺を意識しながら立ち回っていくと、スコアも結構変わってくるかなっていう印象だね。なのでもちろん8ターンって結構長いし、今回未来さんのね、このスキル1だね、これ技能のマスコの奥義継続で1ターン 50% アップっていう効果ついてるから、うまいこと使えば奥義2回打てる、まあもっとうまいことやればもっと打てる、3回目も打てるかもしれないけど、なんで奥義は途中で1回打って、で最終ターンで極み奥義を打てるように調整していく感じになるかなと思う。やっぱりさっき言った通り、終盤の方がね、火力が高いので、そのラストターンに一番火力が出ていくように立ち回りを調整していくっていう作業になってくるかなって思う、今回の武勇祭については。で、あとこのね、まあ使ってみた動画とかでも言ったと思うんだけど、これがですね、カゴゲージが途中で8ターンもあるから、途中で息切れする時があったりする。で、さっき言った通り、敵の奥義のターンで無敵状態になりたいから、それもあるので、2、3ターン連続でカゴスキル使わないと、まあ耐えられないというか間に合わないみたいなところがあったりするので、刻印符はもちろん、まあ、技能の魔速のカゴゲージ増加量アップなんですけど、あとまあイジスのね、技能バフ、技能のマソコンバフか、こういったものも利用したりとかですね、あと、まあ、今回仮面の勇者入れてますけど、こいつの運命崩落とかもね、まあ、うまいことを使いつつ、カゴゲージもしっかり維持しながら戦っていく、維持すだけに維持しながらね、いくといいんじゃないかなっていうところだね。まあ、これはちょっと皆さんの立ち回りによっても使うタイミングとか変わってくると思うので、まあ、あくまで一応僕の今の現状のスコアではこういった、立ち回り、こういった雰囲気で、まあ、やればこんぐらい出るんだなみたいなところを、まあ、何らかの参考にしてみてほしいなと思います。はい、あとそんなところでしょうか、役割については。うん、まあ言ったね、そんなとこかな。あと金、あ、そうだ、このシュナの使ってみたというか、これまた別で出すね、武勇祭とは別で普通のクエストでね、シュナ使ってみた出そうとも思っているんでね、またね、使い方とか立ち回り変わってくると思うからね。はい、ということで実際にやっていきましょう。強大な魔力の接近を感知しました。準備運動といきますか。はっ、これも仕事だ、仕方ない。
ここは私が。私の出番よ。そう思うなよ。くらえ。これも仕事だ。仕方ない。そう思うなよ。くらえ。これも仕事だ。仕方ない。今日は任せて。
私の出番ね。やられっぱなと思うなよ。アイドルの務め。やられっぱなと思うなよ。